listening to Shibuya Cross FM. こんにちは、こんにちは、ハレルヤ、
メイドインジャパンなあの賛美歌で始めさせていただきました、うん、長澤先生の、はい、お曲から神の義と愛によりという曲をね、うん、選ばさせていただきました。ありがとうございます。あのですね、これはあのもうね、早速言っちゃうんだけど、あのもう本当に今回ゲストにお招きした、うん、このもう番組概要をほっぽるね、もう大好きだから私前田社長のこと、うん、ちょっと紹介します、はい、今回ルジェな方知りたいに来てくださった第3回目のゲストは、はい、株式会社ユニゲフト社長前田直美さんです。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、かわいい、もう大好きなんですよこの癒し系本当にそばにいると何にも話してないのに、うん、もう雰囲気だけで癒されるような方でそれがなんとちゃんと、例えばあのもう言っちゃうんですけど、今飲食店のね社長さんをなさってるんですけど、カフェをね2店舗経営してらっしゃるということで、あのこんなにほんわかね、もう癒し系ですごい仲良くさせてもらってるんですけど、言うときは言うのよ素敵、私ブラックナオミって呼んでるんですけどすごい、あの私自身社長としてもクリスチャンとしてもすごく尊敬している前田直美社長でございます。私が全部言っちゃった好きすぎて好きパワーが溢れちゃってるね全部今日はあの女子会だからそうね、うん、女子会だから女子トークだから入ってこないよっていうのは嘘で、はい、あのこちらにおわすはあのね、りょうさんのこともね、あの紹介しておきますね、はい、あのサブパーソナリティのりょうさんです。はい、りょうです、よろしくお願いします。クリスチャンアーティストとして絵を描いたりロゴデザインをしたりたくさんもう幅広く活躍してなさ、はい、活躍しておられるんですが、はい、今回ラジオでですね、この50分間絵をバーッと今ライブでね、すでにね、描かれているんですけれども、あのお手手が勝手に動くっていうね、不思議な方で、気の向くまま、手の向くまま、神様の向くまま、あの絵を描いてくださるんですけど、毎回違う絵が出来上がってすごく楽しいので、皆さんぜひぜひ終わりまでね、楽しみにしてくださればと思います、はい、毎回人間って40分ぐらいで絵描けるんだなっていうのちょっとびっくりしておりますはい、ありがとうございますそうですね、早速、うん、前田社長 を私がどんなに好きかって話でしたっけ違うか社長のこと知るんだもんね。そうだよね、うん、私はね、もうすごい知ってるの、社長のことほうすごい知ってるの、あの1店舗目をですね、立ち上げの時にすごいお手伝いさせていただいて、楽しく壁を塗ったりいろいろさせていただいたんですけど、うん、意外とこの社長の前のお仕事がもう意外や意外、飲食店と絡むんっていうぐらい意外や意外なんですけど、今ね現在社長さんでいらっしゃいますけれども、前は何のお仕事を何年ほどなさっていたのでしょうか。私はもともと看護師をやってまして、まあ15年ちょっとぐらいですかね。15年やりました。すごくないですか、看護師さんってすごいお仕事、だいぶハードですよね、うん、そうですね、きつかったですね。心からきつかった、心からきつかった、心の底から今思っても、いや本当にあの前田社長に出会って多分初めての本当に身近な看護師さんって、あの、うん、前田社長が初めてだったんですけど、うんうん、本当に前田社長と出会って看護師さん大切にしようって思いましたいろいろ苦労話を聞いて、はい、うん、一番こう看護師時代に大変だったこととかってあります？あ、もうなんか本当にしんどかったんですけど夜勤がね16時間あるんですよ。ええ、どういうことですか？16時、2交代で大体やってると、2交代か3交代で、うん、あの病院って稼働してるので、で、まあ、2交代勤務だと大体
夜の勤務がそれぐらいあるんですね。で、夕方の4時ぐらいから行って朝の9時とかが、まあ、定時なんですけど、まあ、終わらないので結構昼ぐらいまで残って記録書いたりとかいろいろやるんですけど、まあ、何せその一晩がすごい長いから、長いですね、本当にもうなんか全て全部大変だったんだけど、何ですかね、なんか食事会場も2回あるでしょ。あ、で、解説会場はちょっと数えたら一晩に60回やってたことがあってこんなに私働いてクタクタで、そうすると働いてた病棟が結構出た薬剤師、ね、出た薬剤師トーク、解像度高い系の方が多かったですね。あ、それは大変だ、はい、脳梗塞とか、うんうん、なるほど、多かったかな。糖尿病の教育入院も一緒にいたので、はい、あっちではちょっと規制を発してる人がいてこっちではなんかこう教育のためにこう真面目に取り組もうとする人がいるから、まあ、そこら辺が結構バランスがなかなか取れない状況だったので、結構クレーム、患者さん同士でクレームがあったりとかして、結構大変、暴れてる人もいればみたいな感じで、いやもう本当に尊敬しかないですよね看護師さん、お医者様医療従事者の皆さん、本当にありがとうございます。いつも本当に感謝します。なるべく風邪をひかないように頑張りたいと、健康体で生きていきたいと思います。そうですね、はい、風邪をひいても大丈夫ですよお世話になっちゃうかもしれないねえ、そんな看護師さんをなさっていたのが、はい、どういうきっかけで、今カフェが2店舗ですけれども、どういうごきっかけでそんなことに、ねえ、不思議ですよね。私もいまだにちょっとまだしっくりきてないんですよ自分でもしっくりきてない、しっくりきてなくてなんでやってるのかなって思うことはちょくちょくあるんですけど、でもなんかもともと多分看護師をやろうとしたきっかけが、うん、なんか自分がなんかこう変わりたいとか、こうなんか本当の自分をこう探したいみたいな、なんかそういう思いが結構あって、まあ、この仕事をすることで人と関わりを持てるし、なんかこう自分の例えばこうコンプレックスなところが結構あって、まあ、人と関わることだったりとか、まあ、そういうのがこう改善できるんじゃないかなっていうのがあって、まあ、始めたところなので、なんか大体こうもう15年もやっていくと大体こう先が見えるじゃないですかまあ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 、あとはまあ繰り返してこうやっていくだけかなっていうのがやっていくしかないで、それにちょっと焦りを感じて、若いうちにいろいろ経験したいからって思って、休みの日にいろんなバイトを入れて、なんか2個とか3個ぐらい仕事をやりながら、まあ、看護師をしてたっていう時期が何年か後半あって、なんかこれさらに仕事をプラスそうすごい、こういう自分の中のこう葛藤というか、どういうブラックですかそう、なんか自分の体力がどこまで続くか、こう修行ですか自分に対して勝ってこれ以上やったらなんかこう仕事に差し障りがあるなっていうところを見極めて、これ以上はやらないよこうとか、なんかいろいろそういう自分の中でこう戦ってたんですよね、なぜか修行じゃないですかそれは修行ですよね修行をしてて、で若い時にしか頑張れない部分ってあるから、確かにそうで、なんかどんどんやっぱりこう年をいくとね、頭が固くなってきてね、やっぱりね、こうどんどんこう狭くなっていくものだなっていうのをこう人を見てて思ったので、まあ、今のうちにいろんな経験をして、なんか本当に自分がのためになることを、まあ、探してたっていうのは結構長い葛藤の時期がありました。でもすごいですね、こう結構私前田社長の尊敬してる部分が大胆っていうかもう本当にスパッと行動を移すっていうか、すごくアクティブで、そのいいんですかっていうぐらいスパッと、本当に看護師さんもスパッと辞めちゃってたたた大丈夫ですかみたい、すごい男前なんですよ、こんなお姿でこんな可愛らしくてこんな柔らかく話してくださるのに、すごい男前なところがすごい大好きで、とっても好きで尊敬してるんですけど、そんななんか自分のためになること、なんかもっと生き方があるんじゃないかっていうのはすごい素敵な葛藤ですよね。なんかね、人のためにはいろいろ仕事の中でやってきたんですけど、やっぱどんどん自分についてもなんかこう見るというか、もう人を通して自分のことを結構考えることが多くて、まあ、そこをなんとかこうしていきたいっていうので、結構
戦ってた時期があったんですけど、でも周りの人は誰も理解してくれないからまあ孤独な戦いを続けてたっていうところがあります。確かに同じ立場の人はいないですからね。いないです。みんななんかこうそれなりにこううまくまとまって、ね、まあ、ずっと看護師やっていきますっていう、はい、人がまあ大半だし、そこから外れると結構なんかこう変な人とかいっまあね、なんかもう、そうですね、人生をちょっと間違っちゃった、終身雇用じゃないのみたいなね感じのなんかこう空気があったので、私はそれがちょっと違うなと思って、むしろそこの場所でこう長くやっていくことも本当に素晴らしいことだっていうのもよくわかるんですけど、なんかいろんな経験をした中でそこを選ぶのか、まあそこしかやってなくってそこが一番いいと思ってやってるのか全然違うから、まあそういう意味ではやっぱりこう経験もういろいろしてみたいと。で、特に仕事でそれができるならね、あのいいじゃないですか。やっぱりいや男前確かに男前だ惚れちゃうよねついていくよね私だったら社長ついていきますってなっちゃう。なかなかね、周りの社員から言われないんですけどなんでかわかんないですけどすごい正直なところ。皆さん聞いてください、あの喋り出しちゃったんですけど、実はあの裏テーマが今回ねありまして、表テーマは看護師から社長になっちゃった前田社長どんな人なのっていうのが表テーマですけど、ね、社長ですよ私もね社長してますけど、社長ってねストレスがねあるんだよ、ということで裏テーマとしては前田社長にいろいろ毒を吐いていただくデトックスをね大事ですねしていただけたらいいかなと思って皆さん聞いてくださいね皆さん優しい心で受け止めてね、よろしくお願いします。あのそもそもあの社長になるきっかけと、クリスチャンになるきっかけがほぼ一緒だったっていうのを聞いたんですけど、そうなんですね、急激な変化が人生のすごいですよね私もあの本当にクリスチャンになられたばっかりぐらいの時にお会いしたんですけど、なんか次会ったら社長になってどういうこと何があったのみたいな感じでびっくりしたのすごい覚えてるんですけど、どんな経緯でそうまずイエス様に出会った経緯と、あとなぜ社長になったのかちょろっとお話しいただいてもいいですか。ちょろっとで話せるかなと思うんですけども頑張ってだいぶね50分じゃ足りないんじゃないかっていう感じですね。語ろうと思ったらちょっと3時間はいるかなと思ったんですけど、まあ、簡単に説明しますと、まあ、もともとそのなんですかね、クリスチャンになった経緯は、まあ、そのクリスチャンのお友達がいてですね、で私がやっぱりこう人生にこんな性格なので結構悩んでいたので、なんか本当に相談事をよくしていて、定期的にあの電話だったりとか、まあ、お会いしてお話をしていってたんですけど、やっぱりこう今までこう出会った人と違ってその方は本当にこうなんか器が大きいというか、まあ、本当になんか全てのものを受け入れるこう大きさがあったんです。女性の方だったんですけど今も付き合いがあるんですけど、でやっぱなんか違うなっていうのがあって、で周りの人が大体私の周りにいた人が結構年下だってたりちょっとまあ幼い感じ の、あの若い人が多かったので、そういう相談事っていうのをできる人が本当に少ない中で、その人が私よりもちょっと年上なんですけど、こう何でも話を聞いてくれるし、なんかやっぱまあ普通の人と違うなみたいな、いうこともそうですしっていうことで、まあ結構仲良くなって付き合わせていただいて、その人がきっかけでやっぱり教会は行くようになったんですけど、すごい、はい。でその後社長になった経緯は本当に私もちょっと不思議なんですけど、もともとその会社があったんですよね。会社が作られていて、教会の方がね、そうですね、教会の方がやってた会社があって、でなんか特に動いてない会社というか、ただ名ばかりの特に何も起こってない会社だったんですけど、登記、まあ、だけしてますみたいな、登記だけして名前だけあってなんか一応あるっていう会社で、でその方が、まあ、もう会社員もずっとやっていて忙しいっていうのもあって、なんかまあ祈ってみたら私が社長がいいんじゃないかっていうまあよくそういう、そんな感じで決まるんですか。あ、本当にそんな感じで、くじ引きみたいな私来て多分4ヶ月目ぐらいだったんですよ、まだ
でも本当に神様のこともよくわからないし、そうですよね、まだ4ヶ月って何にもわからないまま、でもなんかこういう性格なんで、うん、なんかやってみたらいいんじゃないかみたいな、やってみようかな、とりあえずやるだけだったらただじゃんみたいなっていうか、多分ね、神様も本当にこういう前田社長の性格を分かって多分ピックアップしてるんですよ、うん、なんかどうしてもこの大変な方と大変じゃない方っていう選択があった時に大変な方を絶対選んじゃうんですよね必ず絶対こっちだろうみたいな感じでやっちゃうので、どう考えても大変だろうし、狭い道をね、狭い門から入りなさいってね、イエス様おっしゃってますからね、はい、私なんですけど一旦やってみてダメだったらまあなんとかなるんじゃないかな、すごいっていう感じです、本当そうなんですって、はい、結構たくさんこう失敗を怖がってなんか何も挑戦できないとかっていうね、うん、人とかね、うん、若い子たちたくさんいると思うんですよ、うん、じゃあ前の社長紹介すればいいですか、もったいないなって思うことありますね、本当いやすごいな、すごすぎる4ヶ月で教会来て4ヶ月で何も知らんと社長だ祈ってみたら、君が社長がいいと思うんだよねみたいな、どういうことなの、私じゃあやっちゃおうかなっていうのが考えですよね、人生がすごい変わりましたね、この瞬間から、社長をしてみて自分がここが一番変わったなっていうのとかって、社長自身で、でもやっぱりこう自分がこういう性格だったんだとか分かんなかった部分を自分で気づくことがすごい多くて、今もう喋りながらなんかすごいなって自分で思ってる変わってるなみたいな、なかなかいないよなって思うんですけど、もうなんか止められないんですよこの衝動止められないもうなんか身の引き出なせいかね、なんかもう突っ走っちゃうっていうか、あって、もう後になって考えればいいやっていうか、もう明日死ぬかもしれないしみたいな、なるほど、ね、極端に言うとその時になんか後悔したくないし、こうやらないでこうどうだこうだとかいうよりは、やってみて自分が経験して、それでまあダメだったらやめればいいし、まあ良かったら続ければいい話だから、まあそういう感じで私の思考回路はね、なんか動いているんですけど、特にこの仕事になってからよりそういうのが強く出てるので、キュンですって今出ちゃう、そういう意味ではちょっと向いているのかみたいな、主気です、向いているのかな、大主気だそういう、そのそこだけかなと思います、私がやってる理由としては、でもこう今小耳にね、ちょっと風の噂で小耳に挟んだんですけど、はい、ほぼほぼあのカフェ内があの職業訓練場みたいになってるってそうですね、ほんと大変ですよね、ほんとになんかあの社長のね、その塩カフェっていうカフェなんですけどカフェではあの特にこう、社会経験を特に積んでこなかったとか、こうちょっと社会に適応なさにちょっといろいろ障害がございますよみたいな方を特に受け入れて、こう訓練の場所というか、まあ実験場だって社長はよくおっしゃってるんですけれども、そういうことでここで育って卒業していってほしいっていうふうに社長がこの間おっしゃってるのを聞いて、ナイチンゲールかなと思って令和に舞い降りたナイチンゲールかなと思ってそんな優しい職場ありますもう手取り足取り教えてるそうなんですよ、もうこうやって配膳して下げるときはこうしてみたいなそんな職場雇いてじゃないですか、普通アルバイトとかでも、そうですよね、それがもうなんかこうコミュニケーションの取り方から、ほうれん草の仕方からもうなんか一個一個教えてるっていうのを聞いて、それは大変な仕事だなっていうふうに思ったんですけど、吐いておくべき毒はありますかあ、でも多分そういうのには結構仕事柄多分慣れてたとこがあって、なるほど、そっか、できない、こう体を動かせないとか自分で何々ができないっていう人の手伝いばっかりやってるわけなので、なんかこうそのできない人のレベルに合わせるとかは、まあ割とあのそんな抵抗なくできたんですけど、まあ問題は結構教えてる人がまあ反抗的な反抗的だったり頑固な人だったりすると、まあ言っても聞かないとかそうなっちゃうんですね待って待って、整理が追いつかない、社長さんですよね、そうです、社長と部下ですよね、はい
部下が言うこと聞かない、ちょっと言うこと聞かないんですけどえ、不思議ですよね。え、これこれ、例えば社長がこれこれやっといてって言ったら、うん、いいえっていうことですか。いや、もういいえというか、ちょっと嫌な顔してちょっと嫌な顔してるの分かるじゃないですか、やりたくなさそうみたいなとか。嘘でしょ中学生みたいな、なんかちょっとね、子供っぽい人多いんですよ。あ、まあまあ、なるほどね。なんか分かりやすくていいなと思うんですけどまあちょっとなんかそういうのが続くと、私も少しちょっと心にダメージがそれはそうですよ。ちょっとね、あらーみたいな、残念だなみたいな、あのここからかっていう感じです。そういう人たちを救い上げて、そうですね、社会で本当に独り立ちしてやっていけるようにっていうことで、いろいろなんかこう、こういうメニュー出したいですとか、こういうのやってみたいですっていうのもこう全部いいよって言ってやらせてあげたりとか。そうですね、やって分かったらいいかなと。優しすぎて社長辞めようかなとユニギフトに入ろうかなと思って私いやでもね、ちょっと厳しく言えないのがちょっと私の課題ではあるので。あ、それはちょっと気持ちが分かっちゃうとか、まあ、今までのこう頑張りとかを見てて、まあ、ここまでやってきたから、まあ、今こういう段階だなとかっていう風にちょっと見ちゃうので、逆にその場で本当はもっと厳しく、あのね、的確なことを言った方がいいんだろうなっていうのが、ちょっと私の今の、あ、私も訓練されてるなっていう。お互いにね、お互いに訓練され、確かに素晴らしいですよね。お互いに成長し合って、いろんなことを言い合って、すごい、あの一回目撃したことがあって、あのなんかすごい感じで社長と言い合いをしてる誰だいけ、そういうのとかわ、すごいなと思って、なんかそんな、なんていうんですかね、こんなに真剣に向き合ってくれる社長さんはなかなかいないと思うし、確かに、こう、あなたはここがこうで、ここを直していけばあなたのこの良いところがどんどん発揮されるのにとかって言って、こう真剣に怒ってるのを見ると、愛だなって、愛ですね、愛だなって思っちゃうよね。うん、愛だなって、ラジオなのでハートを作られてるのが見えないんですよね。イエーイ、ちょっとあの話違う、変わっちゃうんですけど、はい、僕あの前田社長の飲食店 の看板デザインを受け負ったことがありまして、そういえばそうだったかもしれません。あの そうなんですよで、その時からずっと気になってたのが、あのお店の名前に、うん、あ、お店の名前は塩カフェルジェって言うじゃないですか俺これこの名前聞いたことあるなって思ったんですけど、そのルジェっていうのはどこか、多分それ間違いじゃないですか、うん、え、嘘嘘そういえばそうですね、忘れてました。そういう話もした方がいいのかなと。私でーすここにいたいや別に忖度が行われたとかじゃなくて、あの強制したとかじゃないですよ、私が、はい、名前つけてって頼み込んだとかお金払ったとかじゃないですからね、誤解しないでくださいね、うんうん、いやのそうでしたねね、ちょうどね、先ほどもお話したんですよ、うん、立ち上げの頃に、いろいろお手伝いとか関わらせていただいて、塩カフェっていうね、イスラエルの塩を使ったドリンクとか、うん、食べ物、今パスタも新しく出始めて、すごい今お花とかドライフラワーとか、うん、たくさんあって素晴らしい店内なんですけど、うん、もうこれ金町にあっていいのっていうぐらい綺麗でおしゃれなありがとうございますカフェなんですけど、その、うん、お手伝いをさせていただいたときに、うん、ちょろっと私のルジェっていう名前の由来というか意味をお話ししたら、うん、もう私がカフェでやりたいことと一緒を使っていいっていうふうに言われた。そうなんですよね、いいですよ、フリー素材ですとか言ね、私もね、お店に名前を付くのはすごい光栄なことだなと思ったので、ぜひぜひということで。なるほどね、そうなんです。あとルジェって響きもすごい可愛くて好きでありがとうございます。なんかそのね、意味が、由来がね、また素敵なんですよ、すごく。私がやりたかったカフェに
パチッと当たってるなと思って、ぜひぜひ使わせてくださいっていう感じでお願いしたんですよね。なるほどね、はい、ちょっと聞きづらかったのですけど、これは大丈夫ですね。いや、なんか大人の事情があったわけじゃないのよ。あ、違う、全然、うん、あ、よかったよかった、圧力かけたとかじゃないから、ちょっと心配してたけど、そこね、ね、何も意見言えなくてみたいなね。ちょっと困りますよ。誤解が生まれる。なかなかね、ラジオでお話しする機会がなかったんですけど、はい、私のルジェっていう名前は本名なんですけど、うん、父がつけてくださって、意味はですね、今から父曰くですよ、父目線でお話ししますけれども、新生児の状態で大変美しかったということで、顔は整っていたそうですよ。ね、父上が心配なさったんですね。美人は性格が悪いと苦労すると、うん、ということで、清流ってご存知ですか皆さん。川、きれいな、もう透明な、底が見えるような川の流れのように、その水のように心がきれいな子っていう意味なんですけど、うん、解き明かしてみると、うん、こう父はその意識はなかったみたいなんですけど、聖書の中に命の水の川っていうのがあって、その川の水を飲む者は全てが生きるっていう風に書いてあるんですけど、うん、まあ、その命の水の川がイエス様であり聖霊様なんですけれども、うん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 、あれ、私の名前命の水の川じゃないみたいな。つい最近気づいて。そっかそっか、確かに、はい、ね、母も牧師なのに全然気づいてなかったんですけど、そういえばそうだねみたいな感じになって、うん、社長からコンセプトとして、うん、このカフェを中心に本当に金町っていう地域が本当に豊かになって栄えて、あわよくばイエス様を知る地域になったらいいなっていう、うん、素晴らしいコンセプトをお聞きして、売り込みじゃないですけど私の名前はこういう意味なんです売り込んでないよ、うん、前から知ってたの、知ってみようね、よかったよかった、ということで塩カフェルジェっていう名前になったんですね。そうなんですよね、ありがとうございます。その説はとかいう、だいぶね経ちましたよね、経ってから、ね、もう何年、今2年半とか2年半、すごい、なんか時の流れがね、あっという間でした。ついこの間私ペンキ塗ってたような気がします。そうですね、すごい、そんなに経ちましたか。おめでとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。ぜひぜひね、金町、葛飾区、はい、金町、常磐線、うん、JR の、はい、千代田線も通ってます。金町の駅徒歩5分ぐらいの、5分もかかんないですかね、5分もかかんない、5分もかかんないですね、うんうん、パチンコ屋さんを通り抜けてみたいな、こんな輝くカフェがあるのみたいなカフェが出てきますの で、うん、ぜひぜひ皆さんにこの間なんかこのテレビにも出ちゃった。あ、そうなんですよね。社長、テレビにも出ちゃったと聞いちゃったんですけど、すごくないですか。なんかね、そうなんです。びっくりです。めっちゃ見た。可愛いって言いながらめっちゃ見た。めっちゃ見たのね。うん、ありがとうございます。いや、ぜひね、皆さん、ね、塩カフェルジェで。ぜひぜひ、ね、検索してみてください、はい、こちらね、出ないですけど、うん、こちらまでお願いしますところで、はい、今回から初の試みなんですが、うん、毎回ゲストの皆さんに最近これがハマってるよとかこれが好きだよっていうアイテムとかを紹介してもらおうっていうことで、うんうん、はい、見える？見えますか？これ映ってるのか？見に来てる方はね、もうちょっと、あ、こっち？もうちょっとこっちなのか？こっち？映るかな？じゃれーん、じゃれーん、映ってる？あ、ちょっと映ってる、ちょっと映ってる、気をつけて、気をつけて、かわいい、鍋に果肉が、かわいくないですか？めっちゃかわいいんすよ、なんだこれ、鍋になってるんです、土鍋ですよね、土鍋ですね、土鍋に果肉が
モキモキ植えられてるんですよ、モキモキ見て、超キャママなんだけど、あ、これか。あ、映ってますね。おきょ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 きゃわわー、おきゃきゃわわー、おきゃきゃわわですよ。すいません、ちょっと植物に目がないの。すいません。これ土鍋はなんでこういう形なんですか。これ可愛いでしょ。私が作ったんではなくて、これは趣味でちょっと詰めたんではなくて、うん、これなんかの幕開けっていうクラウドファンディングが、サイトがありまして、最近これが始まって、いろんな鍋にいろんなこういう多肉がね、今詰まってる商品をちょっと私がすごいハマってまして。今回これ持ってきました。あ、かわいいです。幕開けでもうクラウドファンディングのプロジェクトとして動いてるってことみ、ね、たいですね。さっき楽屋でずっと眺めてました。キョーキョーイイかわいいかわいいですよ。みんなでなでなでしょ。この子たち元気かって言ってた。元気でちゅかこの犬はポチっていうみたいです。ポチっていうね、はい、小屋に名前が書いてます。かわいい、なんかすごいジオラマみたいになってて、土鍋の中に一つのなんか世界が広がってって、土鍋と土鍋を何か料理以外、鍋以外に使おうと思ったことある人ないね。いないね。絶対ない。あたいもない。すごすぎる。そうなの。あ、じゃあ幕開けの、じゃあその応援購入っていうんですか、はい、をしたら、これが送られてくるっていう。そうですね、この何種類かあって、これ一番大きいやつかなと思うんですけど。一番大きいやつ、はい、ぜひぜひ皆さん購入せよ、はい、ということで。検索、要検索。え、なんかこのあれですよね、私多分塩カフェでも見たことあります。あ、本当ですか。よくぞ。お気づきで。ありますよね。ありますね。お花がたくさん、多肉とドライフラワーと、うちもリビングが溢れ返ってて、ドライフラワーでババ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 天井からもビャーって。もしや私あのちょっとちょっと身内の話になっちゃったのと恥ずかしいんですけど、もしやもしやもしやあのうちの母がやってるお花屋さんではないでしょうか。あ、そうかもしれないな。これはやってんだ。しらじらしい。やってんな、これ。やってんな。そして私も知ってんな。フラワーあるっていうね、お花屋さん、うちの母がやってまして、はい、こういう、ちょっと私の母があの私見たらわかると思うんですけど、ちょっと奇抜な、ちょっとあのちょっと不思議な、ちょっとあの飛び抜けちゃった人なんでね、あのこういうのすぐ思いつくんですね。本当に感謝です。でもね、こう植物ではでこう彩るようになってから、塩カフェさんすごくなんか雰囲気が全然変わって、お客さんすごい来るようになって、すげえな。今まではなんか入りづらみたいなこう声が聞こえてたので、なんか1年間ここの前通ってたけどちょっと入らなかったんですけどみたいな。下手したら2年前から知ってはいたんですけどっていう人が、ちょっと入ってみようかなって言って入ってくるようになったんですよね。きっかけに、きっかけになって、やっぱお花が入り口にあるので、気になってって言って。確かにそうなんです。もうおかげさまで植物って見ちゃいますよね、足を止めちゃうというか。そうなんです、ありがたいです。お母さんよかったね。よかったね。よかったということで。すごいって言いながら、まあちょこちょこ私もお花屋さんお手伝いさせてもらってるんで、塩カフェさんにもたくさん足を運ぶことがあるんですけど、本当に落ち着いて長時間滞在しちゃうんですよ。だからいっぱい頼むようにしてるんですけど。落ち着きすぎて動かないんですよね、お客さんたちが。本当に素晴らしいですね。素晴らしい、本当に雰囲気で ね、ありがたいですね。最近なんか新作のなんかプリンを試作中だって聞いたんですけど。そうですね。私に社長の方なら知ってるの、私情報中だから。プディングを、プディングはね、プディング5月中にはちょっと調整して出せるように
満月中です、ね、楽しみ、ね、ワクワクしちゃってるじゃん。だいぶ美味しく仕上がってると思います。楽しみ。流行ってるからちょっと作ってみてよって言ってなんか硬いやつ、社長の一声で硬いやつがいいなこういうやつの写真、あの喫茶店で出るような昔ながらのやつですね。そういう方が好きなんだよ。美味しそう。カラメルがちょっと薄いからもうちょっと濃くしていいな。ちょっとこの味好きじゃなくていいですね。社長のこだわりを聞きたいよね、逆に ね私だったらもう根掘り葉掘り ね叶えたいよね、社長の希望を。この辺はね、ちょっと社長になってよかったと思ってましたね。よかったです。何か一つでも社長の癒し。美味しいな。ねえ、まあ、長々とお話聞いてきたんですけれども、うん、早速あの質問がね、社長にね、来てるよ。1個ぐらいはいけるかな。りょうさんがぜひ。はい、はい、じゃあ、いただいた、ね、質問の中からね、ラジオネーム花の声が聞こえるようになりたいさん、はい、説明はしょっていい。ちょっと説明はしょりましょうね。はい、社長業は大変なことが多いかと思いますが、楽しいと感じたり嬉しいと感じるときはどんな時ですかというのを聞いてます。やっぱりね、これはね、やっぱり今先ほど言ったようにこう社員大変な人が多いんですけど、うん、まあ、もう私の中でも小学生みたいなこと言っちゃみたいな、何なんだよ、何歳になったのみたいなことは、まあ、よくやってるんですけど、でもその中でもやっぱりこうなんかこうこちらが言ったことに対してこう一生懸命答えようとしてこう変わっていく姿を見るのが一番本当に嬉しくて、時に遠くから見て涙が出ます。ママじゃん。そう、なんか可愛いなとか、ママナイチンゲールイエス様じゃん。なんか子供みたいにこう可愛いなって思うことは結構あって、そのなんか進んだ一歩を本当に、まあ、神様もそうだと思うんですけど、なんかこうすごく喜ぶじゃないですか。なんかそういう思いがちょっと分かってきたなっていうのが、まあ、私の中でも喜びかな。すげえな、そんな愛情僕にはない。それしかないな、頑張る力がむしろ。いや、こんな大変な、なかなかこうどうしてもこう私もそうなんですけど、こう、どうしても企業やってると利益重視というか、そっちに走ってしまいそうになるのをこう舵を取って、人を大切にとか、こう神様のためにっていう風に舵を取ること多いですけど、それってすごいこの世の中から外れることだからすごく大変なんですよ。その中でそれでも感謝して、いや神様の思いが分かるようになりましたって告白できる？無理。早かった。早めだった。無理無理。潔い。チョキ。これでもいいよって。いやーすごい、もうリスペクト、本当に尊敬です。でも神様が私にやっぱり忍耐してきた期間があるから、それを思うと私がここで諦められないなっていうのだけですよね。なんかいろいろ思うところはあるんですけど、普段のいろんなことは、でもなんか神様は私を捨てなかったから私も捨てられないって。そうなんですよ。っていう感じです。この社長を皆さんここまで聞いて、もうファンじゃん、もうファンじゃん。もうファンじゃん。応援したいじゃん。で、さっき歌わせていただいた神麦と愛によりを、選んだ理由が、この賛美歌を歌いながら本当に前の社長の人生だなっていうふうに思って、本当に お話しさせていただくプライベートとかでお茶したりするときに、社長がもう本当に私って本当に何もできないから社長とか向いてないし、本当に社長をやるべき人間じゃない私がこうちゃんとできてるっていう、社長をやっていってるっていうのが逆に神様がしてくださったっていう風に、私を神様がこの世に成長させてくださいましたって言えるから感謝ですって、だから私は社長になったんだと思います、神様が選んでくださったんだと思いますっていうのを聞いて、弱きこの命のほか何もないけど、あなたの栄光を表すために私を用いてくださいっていう歌詞なんですけど、社長ウィーってなって、うーってなって
させていただきました。ありがとうございます。はい、そんなこんなで質問、ね、もう時間がね、はい、意外とね、話したくないよね。うん、けどちょっと次に行こうと思います。まず、りょうさんのおえが、おえ、こうだ見えるかな。すげえ、なんだ、まあ、すごい、なんか湖畔みたいな、すごいですね。静かな湖畔の森の陰から。ありがとうございます。ありがとうございます。あのぜひあのルジェオフィシャルサイトのラジオ特設サイト、あのページがありますので、うん、そこに続々とこのりょうさんのライブペイントの絵が載せられていきますので、ぜひぜひ要チェケラーでございます、はい、ね。ゲストのリクエスト曲にお答えすると言っておりますの で、 あの楽しみです。社長にリクエストいただいたのがですね、Never Enough っていう曲で、ミュージカル曲なんですけれども、うん、私いつもライブでこれイエス様だよって言って賛美してる曲なので、ぜひ聴いていただければと思います。ということで今回のゲストは私の愛する尊敬する前田社長でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ今準備中ですね。映画ザ・グレイテスト・ショーマンより、ネバー・イナフです。どうぞ聴いてください。ではでは、ありがとうございます。ではでは聴いてください。